どうも、ナオチンです。ペルソナ5タクティカやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はクエストの6から9をクリアしていきたいと思います。1から5は結構簡単なんだけども、6になるとちょっと難しくなってきます。6から9までやっていきましょう。それではクエスト6いきます。勝利条件は1ターン以内に敵を全滅させろです。いきましょう。ここはねちょっと難しかったんですけども、やり方が分かればもう簡単ですね。下にモルガナがいるんですけども、モルガナをうまいこと使えばクリアできると思います。まず登ってすぐの敵ですねを下に落として追撃をして倒しましょう。そうするとワンモアが発生します。でここで待機ですね。なんかねうまいことここが空いてるんですよね。でモルガナはそのままで、すぐ横の敵を下に落とします。そうすると追撃でさらに下の敵に当たって気絶ですね。でこうなったら遠距離で攻撃して倒します。でまたワンモアが発生しますね。で上に登っていきます。でこいつを落とします。切り刻む。はい、でこれで準備完了ですね。この中に入ってでこの状況モルガナに変わります。で後ろにね、空いてる場所があります。ここに入って準備万端だ。撃ちましょう。さ、仕掛けるぞ。でこれで終了ですね。ちょっと6から難しいんだよね。続いてクエスト7ですね。勝利条件は目的地点まで木箱を運ぶだけです。木箱を近接攻撃をして運んでいきましょう。でちなみに、スキルの近接攻撃が、2マスとか1マス伸びるやつがあるんですよ。あれはつけないようにしてください。あれをつけてるとちょっとクリアができないっぽいのでつけずにいきましょう。まあとりあえずぼちぼちやっていきますね。私が撃ちます。で誠でもこっちに撃ちます。でモルガナでもう一発撃ちます。はい、確か4ターン以内だよね。4ターン以内にやらないといけません。で敵は倒さなくていいです。ここ敵は倒さないで OK です。俺の出番だな。この辺でいいかな。やるぞ。でモルガナも待って、行くわ。で打ち込みます。任せろ。で覚悟しな。 OK。 こいつでどうだ。でモルガナで行きません行きません。ここはターン終了ですね。で次のターンぐらいで、いけるかな。多分次のターンでいけるとは思います。ちょっと待って、私が我が輩が覚悟しな。 OK、 完璧。行くわ。任せろ。こっちから向こうに打ち込んでいけたね。はい、クリアでーす。次クエスト8ですね。勝利条件は7ターン以内に敵を全滅させろ。これは簡単ですね。それでは始まりましたら、まず赤いスイッチを押して、キャラチェンします。で近接でぶっ飛ばして、でちょっと近づきます。でキャラチェンジして、でもう一回チェンジで青いスイッチを押してください。でここの敵がフリーになりますので遠距離で攻撃、で移動をして、ここかな、ここでいいね。3体入ってると思います。トライバングルで3体倒しましょう。
で倒したら残り2体ですね。しばき倒す。モルガナが入って青いスイッチを押してください。容赦しないかね。赤いスイッチを押してペルソナを使って倒してください。で撃破しました。これでターン終了ですね。でこれ7ターンもいらなくてもう2ターンで倒し終わりますね。で出てきます。でここでペルソナを使って押しまいと。ここは特に問題ないと思います。次に行きましょう。それでは最後クエスト9ですね。勝利条件が1ターン以内に敵を全滅させろです。ここはちょっと難しいですね。では行きます。まずは上のやつから下に落としますね。見せてあげる。そうすると追撃が入って下の敵に当たる。でワンモア発生しますね。でキャラチェンです。下に行ってここの敵こいつを下に落とします。 OK。 でこれで、準備があらかた完了ですね。ちょっと移動します。若干移動してこの辺りかな。 OK。 でここの敵も巻き込む形で OK かな。で最初に動かしたキャラクターでトライバングルを使ってください。そうすると、下の敵5体を全て倒しまして残りが2体ですね。あとはもう大丈夫でしょう。こいつを落とします。はい。で移動してこいつも落とします。はい。で攻撃をして邪魔するな。敵を撃破。ワンモア発生しましておしまいですね。はい、クリアです。はい、ということで今日は第2章のクエスト攻略でした。ちょっと難しくなりますのでこんな感じにやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。